魚町通り。左は、魚町公園魚町は、17世紀初めから1970年まで、日本の仙台にあった地名である。1945年までは、魚屋の町として栄えた。現在の地理では、魚町通りの両側、仙台市青葉区の大町2丁目の一部と、国分町1丁目の一部にあたり、仙台市都心部のやや西に位置する。 戦国時代に米沢にあった東町の住民が伊達政宗の居城の移転に従って岩出山に移って魚町を作り、それが仙台城下町創設時に移転したのが仙台の魚町の始まりである。同様の移転を経た6つの五府大町の一つで仙台24課町の町列の中で第2位とされた。 仙台城下町の東西の基線である大町の一つ、北を並行し南北の基線である欧州回廊、国分町から西に出る東西に長い町であった。江戸時代初期には仙台に入る水産物の販売を独占する特権を与えられた。この特権は小売りについては1675年に廃止されたが、その後も卸売りを独占する特権が残った。 その特権も失われた明治時代以降も毎日魚の死が立つ魚屋の町であった。江戸時代には魚町浜祭りを催し、明治、大正時代には凝った仕掛けの七夕飾りが仙台の人々の目を楽しませた。1945年の仙台空襲で焼き払われてから魚屋の町ではなくなり住宅地として復興した。 1970年2月1日には、住居表示実施で町名が消えた。2015年現在は、魚町通りという道路とその道路に面してある、魚町公園の呼び名として残る。魚町通りと国分町との交差点角には、専門学校があり、魚町通りを東に延長した先には若者に、人気の外区であるブランドを無一番町がある。 この道筋は1990年代からクラブが集中し、ファッション関連の店も並んで、夜にはハイドロ系の車が集まる道となった。魚町公園周辺は、大町の西王館にビームスが出店したこともあって、裏町的な店が点在している。元は、戦国時代に、伊達氏が本拠を置いた米沢にあった東町と伝えられる。 1590年の欧州市沖で、伊達政宗と共に住民が米沢から岩出山に移り、そこで、魚町と解消した。これがまた住民ごと岩出山から仙台へと移転して、魚町となった。伊達市に従って点々とした町は、全部で6つあり、五府大町と呼ばれた。仙台の町人町には、町列という序列があり、魚町は、大町に次ぐ。 第二位であった。町の住民の伝えでは、土佐の長祖壁元地下が、関ヶ原の戦いに敗れて、仙台藩に身を寄せ、魚を商う町を開く許しを得たという。元親は、関ヶ原以前に死んでいるし、魚町は、岩出山の頃から、魚町であるから、史実ではありえないことである。事実は、岩出山時代から聖徳六年まで、 平野六郎を師祖とする平家が町の当地にあたる剣団の職を接種した。や六郎は伊達市の岩出山移転の際に廟村に御たを治療された霊彩家臣であったが伊達政宗の記憶にあったことから魚町剣団に任命された。仙台移転の後もその職にどとまり四代にわたって後を継いだ。しかし、聖徳五年五月に平ら衛門が何かの 不調法によって免職となり、安住黒左衛門が公認になった。当人と魚町の住民が復帰の運動をしたが、果たせず、平家の世襲はなくなった。江戸時代の魚町。現在、国分町から元柳町までの区間596.3メートルが指導魚町線となり、魚町通りとされている。魚町は、 道路の両側を合わせて一つの町とする。現在の魚町通りの両側が魚町にあたるが、魚町通りあるいは、魚町通りという道路名は、江戸時代にはなかった。仙台の町の東西の起線となる大町通りの一つ、北に、大町と、背中合わせに割り出されたのが魚町である。魚町の北隣には縦町が置かれ、これとも背中合わせで隣接した。 魚町は東西に長く、西端では柳町に行き当たって定次郎を成した。東端では国分町に当たって定次郎を成した。両端の角の屋敷は柳町と国分町に属したので、魚町の屋敷の並びは面する道路より少し短いことになる。後に東端は国分町を越えて道が続く十字路になった。屋敷の単位としては、 江戸時代の資料では82件とするものが多い。これは通りに面した一定幅の屋敷を意味し、家の建物の数とはまた別である。安永元年、法内風土期では一人1285人、海江8年のキリシタン州改め人数で人百128人、人数が1011人あった。魚町を含む五府大町は、 江戸時代初期に9月5日死の特権を与えられ、9月の間主要17商品の取引を独占した。これは6つの町が6年一巡で交代に立つ市を立てる権利で、期間中は他の町での取引が禁止された。期間中、他の町の商人は必死の立つ町に赴き、店を借りて商売した。この特権は慶安4年に廃止され、その代わりに、 上下の商人から総額70巻480分の騎士を徴収する権利が6年交代で巡ってくることになった。また、他の機関でも、魚町は50周ものの販売を独占する1兆株の特権を持っていた。50周ものとは、水産物を指す。これも他の町の商人を完全に締め出すのではなく、魚町で場所を借りて商売することを強いるものである。 こちらの特権は遠方3年の売り散らし令で廃止された。以後は商人から魚町に定額の役船を収めるようになった。上、中、下に格付けされた場所のどこに店を出すかによって金額が変わり、魚町自身は中場所とされた。その額は魚宿役が1年に金に切れ。魚棚役は上場所が3切れ、中場所が1切れ。 した場所が、混大五百分。触れ売り講義五百その他は一月に、混大百分で、これが、幕末まで維持された。魚宿とは、他から五十種物を売りに来た商人に宿を提供する業、棚は、店のことで、店頭販売を言う。触れ売りは商品を持って、道を歩きながら売るもので、講義五百とは、魚帳宛てだけでなく、藩に納める税込みという意味である。 売り散らしによる小売りの自由化は事実であって、文化年間には、仙台の町人町それぞれに平均7、8人の魚商人がいた。だが、仙台消費、経由分の豚屋機能については、50周豚屋仲間の特権として、魚町の独占が再編、維持された。仙台に魚を売りに来た者は、魚町の豚屋に家を下ろし、宿を取るのも、 魚町でなければならなかった。これとは別に、五十周物を仙台に運ぶための港としては、一部例外を除き、塩釜が独占権を持っていたので、仙台に入る海産物は皆、塩釜と魚町を経由し、そこから城下の店や天秤棒を担いだ振り売りを通じて、消費者に届き、あるいはさらに内陸まで運ばれたのである。魚町は、 仙台の町の中では、繁栄においても上位にあった。瓦原吹き、白壁塗りの家は、江戸時代の仙台で普及しておらず、魚町でも大きな商人の家、蔵だけに限られ、普通の家屋の屋根や壁は木造であった。当然ながら、火災に弱く、大火で焼き払われ、また建て直されるということが繰り返された。繁栄11年2月23日の大火。 昇法3年11月12日の大火で被害を受け、法永4年2月20日の大火で、ほぼ全焼した。懲法3年4月7日には、魚町から火が出て大火になった。法暦7年9月17日、安永元年1月26日、安永5年1月3日、同年4月18日にも大火があった。 文政9年1月20日には、魚町から火が出たが、類称は、場所の辻までと比較的小さく済んだ。文政10年1月25日にも大火があり、長くとも50年に一度は大火災に見舞われていた。しかし、広瀬川の貸し団球場にあるため、水害とは、ほぼ無縁であった。町を代表するのは五十州ドニアの大商人たちで、 魚町では毎日魚の死が経った。城下の魚屋は皆ここで商品を仕入れて、店売り、振り売りをした。文化4年の状態を半島局が記した記録では、城下の189の各種魚屋のうち73が魚町にあった。内陸の仙台では、魚の鮮度を保つことが難しく、干したり塩を振ったりした、加工品の比重が高かったが、 鮮魚も流通していた。幕末のある1ヶ月にはマグロ1万4000本余り、塩マグロ編2800票、タイ26だと2640枚など、計5239だ余りが魚町に入ったという。豚屋は毎日交代で城に魚を献上する義務を負っており、魚町にはその品質を確かめるためのおき魚書があった。関連して、 よそから来た商人を止めるための旗小屋もあり、魚を入れる箱や籠を売る店もあったが、魚屋以外の店舗も多かった。魚町に限らず、仙台の町人町では、表通りに面しない裏の菓子屋にさらに多様な、制御を持つ人が住んでいた。店がない空き屋敷にはカモリが住み、カモリには、強格が多かった。彼らは、藩の警察業務の末端にあり、 町の顔役として力を持ちつつ、時には犯罪的な行為にも手を染めた。魚町は、強閣が多いことでも知られていた。仙台に3組あった町方尾消しの2組は、魚町に置かれ、引消し組の東梁が、目明かし、強閣であった。江戸時代から明治時代に、仙台最大の祭りとして知られた。仙台祭では、 町人町がそれぞれ山ぼこを繰り出して行列し、多くの見物人を集めた。魚町の山ぼこの飾りは、魚介類をモチーフにしたものが多かった。また、魚町の人々は、毎年7月16日に、魚町浜祭りを催した。町の海祖とされた、長祖壁元地下を祀るもので、町人たちが、魚屋の道具で、大名行列をあつらえて、 魚町の中だけを練り歩いた。明治に入ると古府大町に与えられた商業特権はすべて廃止されたが、魚町へのご従修問や集中は変わらず、魚町で立つしも相変わらずであった。1882年の大仏宮城の穴には、勇ましき者に魚町のセり売り、辛くて持た者に魚町の親方が挙げられている。 また1888年に仙台で著名な五十州正は、鎌田、日野屋、高橋、佐々木、長野で、いずれも、魚町の商人であった。かつて商人を止めた宿は、交通の発達に伴い、軍隊への入営兵や、修学旅行客を止める旅館に変わった。明治時代には、魚町浜祭りが廃れたが、代わりに、仕掛け者の七夕飾りで、 仙台の人々に知られるようになった。当時仙台では、魚町と時和町の七夕飾りの評判が高かった。後に、全国的に有名になった仙台七夕の源流と申される。魚市場は、大正初年まで魚町で維持されていたが、仙台市が生鮮品の市場機能の整備に乗り出したことで、大きな変化を被った。 独特の町としての魚町に終焉をもたらしたのは1945年の仙台空襲であった。魚町を含む市街中心部は焼け野原になった。戦後復興で魚町は住宅地になり商店がまばらになった。1970年の住居表示導入で魚町の名は地図から消え、東3分の1が国分町一丁目、残りが 大町二丁目に属することになった。二十一世紀初めの現在、魚町通りに魚屋はなく、仙台市仙災復興記念館や市会市会館などがある。ありがとうございます。